お市様、今ならまだ間に合います。猿に下り、どうかお命をおつなぎくださるよう。私はあなたと夫婦になった時から決めていました。死ぬ時は一緒だと。 お主は光秀の娘。そうじゃ。そして、こっちは直虎、わらわの大切な太刀じゃ。ピリピリしてる空気の中お邪魔しちゃってすみません。謝る必要などないのじゃ。ではお市様は連れて行くぞ。え、勝家助け。 お市様には指一本触れさせん。ならばこの戦で勝ったらお市様を連れて行くぞ。よいな勝家。なんて爽快な言いっぷり。素敵です。ガラシャ率いる美女軍団は早川殿らを捕縛し、 関長川から風のように去っていった。時は過ぎ、信長の後継をめぐり織田家重臣柴田勝家と明智光秀を討ち、主君の敵を取った羽柴秀吉が対立。両者は賤ヶ岳の地で激突することとなった。兵力、勢い、全てにおいて 羽柴軍が有利だった。柴田勝家と彼の妻お市は自らの命を懸けて劣勢を覆さんとする。この悲壮感あふれる雰囲気の中にガラシャ率いる謎の美女軍団が三度乱入した。 柴田軍に先手を打たれました。戦略的要地、静ヶ岳砦はすでに落ちた模様。よーし、この戦に勝ち、お市様を手に入れるのじゃ。おお、お市様はわしのもんじゃ。って、なんで光秀の娘が乱入しとる。 私の勝ちはほぼ決まってる。柴田夫婦は死を覚悟してるわね。そんな、なんとか助けられないのですか。って、私ごときが生意気言ってすみません。とにかく勝たねば話にならぬ。勝とうぞ。あとはわらわにお任せだのじゃ。 敵陣を先突く。岩崎山砦へ突撃だ。あの敵どっから湧いたんじゃ。とにかく奴らを自由にさせたらいかん。よし、とりあえず柴田軍の勢いを止めたで。 吸収によう耐えてくれた。この調子でどんどん行くのじゃ。もうこうなったら流れに乗ってまえ。美女たちよ、華麗に敵を倒して見せてちょ。お安い御用じゃ。お
そろそろ頃合いか。攻撃を開始せよ。静型小砦を今こそ落とす。よし、伏兵かかれ。仕込んでおいた甲斐があったのじゃ。仕込んだのは私だ。兵たちは一体何者なのだ。よっしゃ、これで五分じゃ。ここを拠点にして攻め込むだ。敗北条件変更。この先を守るは戦国最強前田刑事か。まともにぶつかるんは下策じゃな。ならば利家殿がいる重山砦に回り込みますか。利家か。なんとか説得できんかの。柴田軍の息の根を止めよ。おお、上杉だ。いいところに来てくれた。よくして迎え撃て。石畑が軍の意地を見ようや。騎馬隊突撃。投入するで、一気に勝負を決めるんじゃ。開門。私は今幸せです。
はわらわが預かるゆえ。あのお話は冗談言っては。わしの負けよ。こいつ様は約定通りわぬしに預ける。負けてもこの威圧感すごいのじゃ。良いことを思いついたのじゃ。武士に二言はない。お市様を頼む。ごめん。希望を捨ててはならぬ。そちたちは死ぬ時は一緒と誓ったのであろう。ならば生きよ。共に末永く。ありがとう。でも勝家さんをどうかくまえば。どう、わらわにお任せなのじゃ。というわけじゃ支配人、突き抜けた逸材を見つけてまいったぞ。柴田勝家、歩合62。特技は合戦と料理、裁縫を少々。突き抜けすぎよ。